可能性もあります。さあそれでは試合後、今日の試合のハイライトです。今日の先発投手は千賀、右肘の違和感が明け久々の登板です。まず1回ロッテが 1,3 塁とチャンスを作ってダブルスチールを敢行しようとしたんですが、すぐに気づいた回が、送球はせず、そしてサードへしっかり投げて3塁ランナーアウトにしました。その後2アウト3塁になって井上は三振、ロッテはエンドランにダブルスチール失敗、その後また3投もあった中ですが結局0点。一方ロッテ石川歩が今日のマウンド、4月は3勝0敗でした。内川が早速ヒット、センター前ヒットへ、その後ワンアウト1、3塁とチャンスを広げてバッターは松田を迎えます。外へのボールをライト方向へ、松田の先制タイムリーヒット、バットの先でしたがヒットになりました。2回に1対0とソフトバンク先制で、千賀の方は、立ち上がりピッチがありましたが、2回以降は黒木さんだいぶ落ち着いて投げてましたね。落ち着いて投げ始めましたよね、ストレートも強かったですしね、このスライダーフォークが決まるようになってきましたね。で石川の方は4回です。バッター内川この回先頭、この高めをレフトスタンドに持ってきましたね。これはうまい打ち方ですよ。ソロオーバーなんで2対0、2試合連続2000安打までこれであと4本となりました。しかもサイレントトリートメントで出迎えという感じになっていました。でその興奮冷めやらぬ中、ツーアウト5、松田ボールに当たるホームランで追加点3対0。石川のボールはどうでしたか。いいボールなんですけどね、やっぱりその上手く打ってるんですよ。3点差になってロッテは千賀から1人ランナーを出してバッター清田、うまく打ちましたねこれね。1打席目からね、清田選手はちょっと雰囲気あるなって感じはちょっとしたんですけどね、うまく打ちました。中間へのタイムリーヒットで1点を返します。その後ワンアウト1、2塁となって鈴木大地を迎えます。ここでもう一押ししたいロッテですが、千賀この内側のストレート、それから大峰もフォーク、ピッチを出しました。3対1のままゲーム5回です。ホークスは2アウトランナー1塁として内川、ちょっとバット先でしたけどね、少しこうね泳がしましたね。3安打とはなりませんでした。6回です。ロッテは千賀からなんとかランナーを出したいんですが、当たっている中村翔吾もサードゴロ、さらに井上誠也もフォークに三振、そして状態清田もここは詰まったサードに倒れて三者凡退。ここで100球ぐらいも到達していた千賀です。7回です。石川歩はワンアウト2塁とピンチを作ってバッター上林、ここはインサイド詰まらせます。ただこのピンチは石川もねよく抑えました。今宮も詰まらせて、今日は今宮、石川は7回で3失点という投球でした。一方の千賀は100球を超えた7回もマウンドです。最後7回は1人ランナーこそ出しますが、取ったアウト3つは全部三振で、今日は2桁10個の三振を奪いました。肘痛明けでしたが見事なピッチングでした千賀。一方ロッテではこの田中がマウンドに上がった8回、ちょっとね杉田のエラーが2つ続いてしまってピンチはあったんですが、田中は好投でしたね。いやそうですよ、非常にいいところにねボールを投げましたし、しびれる場面でね低め外めにしっかりと丁寧にこう投げ続けましたよね。この松田をその最後外変化球なんとか3対1継続。一方でソフトバンクの方はセットアッパーモイネロを登場させます。その中でこの今宮のファインプレーが出ました。これはすごかった。こういうプレー一つ一つがねホークスはやはりあります。そして9回は現在の守護神森、カーブを多用して三者凡退に打ち取りました。千賀滉大が今季初勝利をマークしました。そしてピッチャーの森唯人もこれで今季4セーブ目ということになりました。試合が終わりました。3対1でソフトバンクホークスが今日は勝って、
まずこの3連戦の頭を取りました。一方の千葉ロッテマリーンズは昨日勝率5割に戻したんですが、これでまた借金